はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ、相変わらず治らない。いや、相当ちょっとですね、喉と咳が治らなくてですね、そろそろ心配になってきて、今病院もう2箇所行ったんですけど、結構その町の小さな病院に2箇所行ったので、大きな病院行かなきゃダメかなってビビっている今日この頃なんですが、まあ、そんなこんなでね、ダラダラジオ喋っていこうと思います。で、いつもピンマイクで撮っているんですけども、ちょっと今日ピンマイク口に近づけて声のトーンを落として喋っておりますので、少しテンションを低い感じで聞こえるかもしれませんが、お許しください。よろしくお願いします。で、今週のテーマがですね、答えくれ人間は大成しないというテーマで喋っていきます。で、これは勉強でもというか、学生の方でも言えることかもしれないんですが、主に社会人になってからこう感じたことというか、いろんな人と出会う中でね、こう思ったことで、今すぐ参考にならないかもしれないんですけど、一個の考え方としては、視点としては持っておいていただけると、学生の方もいいんじゃないかなと思ってね、そんな思いを込めて喋っていきます。で、そのままです、はい。答えを教えてくれって言っちゃう、何でもかんでもね、必要な時はあるよ、答えをね聞くのが必要な時もあるけど、例えば勉強のやり方にしても、もうベストアンサーを教えてくれよとかさ、例えばこの何かを、そうゲームとかもそうなのかな、ゲームとかだったらいいのかもしれんけど、何でもね全部答えをくれって言ってしまうとですね、大成しない、大きく成功しないというふうに、昔社会人になってからですね、先輩に言われたことがありまして、でこれはね多くの方が言う、でこれは何でかって、これも皆さんもちょっと考えてほしいんですけど、なんとなくその答えくれ人間が大成しないって言われた時に、そうなんじゃないかなって思う方はいると思うんですよね。じゃあこれ理由のところを、考えていただけるとすごくいいのかなと思っていて、よかったらね、ちょっとラジオ止めてでも考えてくれると嬉しいとこなんですけど、もちろん理由は一つではなくて、いろんな答えがありますが、私が思うにはですね、やっぱり工夫力、自分でこう創意工夫する力っていうところがやっぱり養われないんですよね。そう、ここの部分がすごく大事です。で、今は、10年前に比べてですね、もっと20年前とか10年20年比べた時に、個人ですね、個の力っていうところがすごく大事にされる時代に変わってきました。だから、YouTuber なんて特に顕著にね、分かるところだと思いますけど、個人で活躍するっていう人が増えましたよね。これは別に全てが個人に切り替わったというわけではなくって、まあでも個人によって発信力が持ってたりとかする方も増えたと。で、この個の部分っていうのは、例えば日本の教育においてはすごく、今個別最適化っていってね、一人一人の個人に一番合ったものを、教育を届けようよみたいな、そういう教育方法にしていこうよ、みんな一緒じゃないんだよみたいな感じになってるわけなんですけど、実はそれっても昔から言われていて、日本の教育はね、子がって子を大事にしないみたいなね、そう、みんな一緒が正義だみたいな。で、それが徐々に崩れていって、崩れるとか変化しなきゃいけないってなっていって、それが今の変革期にあたると思うんですけど、おそらく教育現場でもすごくその流れはまたね、加速して変わっていくと思います。その部分は、で、時代もというか、世の中ももっともっと個人に、スポットライトが当たりやすい時代になると思うんですね。ってなった時に、個人の能力っていう部分をすごく見られます見られると。ただそこには、じゃあすごい秀でた能力を持っていれば、調和性というかね、その集団に入ったところで和を乱してまでそれでいいのかっていうと、そういうわけではない、いろんな能力と並行して持たなきゃいけないっていうところは当然あるわけなんですけれど、やっぱり何か仕事を任された時に、これね、なんだっけな、誰だっけ、スポーツ選手、イチローさんが言ってた本で書いてあったのかな、俺は先輩に言われたやつなんだけど、その三流とか一流ってあるじゃないですか。で、一流と、一流で入れたらいいなと思いますけど、一流と超一流って何が違うと思うみたいなことを昔されたことがあってですね、でその時に先輩に言われたのは、人から任された仕事、人から任された仕事を、ちゃんときちんとこなす、これが二流だって言われたのよ
え、これ一流じゃないですかと思ったんだけど、そう言われた仕事をきっちりこなすのがまず二流、三流はもう仕事ができん人だって言ってたんだけど、じゃあ一流は何かっていうと、例えば10っていう、成功のを期待されてる、10っていう成果を出してほしいなと思って任された仕事を15の成果で返すこと、15の成果を出すこと、つまり期待以上のものを生み出すのが一流だって言われたんよ。これまだ一流よ。10期待されて15、まあそれ以上の結果を生み出すのがまだ一流なんだと。じゃあ超一流は何かっていうと、自ら仕事を生み出せるやつだって言われたわけじゃない、自分から仕事を作る、仕事を生み出す人間が超一流なんだぞって言われたことがあるんです。もちろんこれに関していろんなね意見があるかとは思うけれど、私はこの働く中ですごくそれは大事にしてるというか、今でも、まあ、全然超一流に慣れてないんでね、あれだけど、そういった視点というか、そうだなって。だから言われた仕事以上の結果を生み出さなきゃいけんと、ひとまず超までいけんくても、一流までは、いけるようにしようと思って、すごく仕事にこう向き合うようにしてるんですね。特に、まあ、YouTube の撮影とかは一人でやってることなので、価値基準が全部自分じゃん、自分に期待して自分で結果を出すものだから。だけど、テレビに出させていただいたりとか、新聞とか雑誌の取材をさせていただくときっていうのは、ある程度向こうの期待値があるわけよ。このぐらいの成果を出してほしいっていう、それ以上のもの、それ以上の結果、それ以上の満足度を生み出せるようにっていうのは、やっぱりすごい常日頃ずっと意識してるとこなので、ぜひね皆さんにもそこの部分は、なんか伝えたいなと思って今話しておりますが、ね、ちょっと本題ずれたんで戻しますけど、まあ、今回は答えくれ人間っていうとこですよね。だから何でもかんでも正解を言われてそれをこなすっていうのはもちろん大事でも、それだけをこなしてしまうと二流で終わってしまうんですよね、それ以上のプラスを生み出せることができないっていう。だから例えばある人の勉強法を聞いた時に、それをどう自分流にアレンジをして、もっとその人がこういう結果を生み出せるっていう、さらにプラスの結果、自分にとってのメリットを生み出す力っていうのをやっぱりやってってほしいんですよ、学生の時から。だから自分は動画をね、勉強法とか喋る時、講演会とかでも話してますけど、必ずアレンジをしてくれって言われたことをそのまま、自分がハイチが喋ってることとか他の方もそうだけど、喋ってることがいつも100点満点のベストアンサーじゃないんだと、あなたにとってね、あなたにとってのベストアンサーに近づけるには自分でやっぱ創意工夫、アレンジをする力が絶対必要なんだって。なのでその部分を意識しながら生きているかどうか、毎日の生活を送っていくかどうかによって、みんながねこう成長してというか、年齢を重ねて社会で働くようになった時の視点とか、まあ、視野の広さっていうのは大きく変わっていくと思うんです。なのでぜひねその辺を意識しながら、日々過ごしていただけると、別にそんな、なんだろう、アレンジしていこうって、やばいアレンジしなきゃ私生きてる意味がないとか、そんなことじゃないんだよ、そこまで重く考えなくていいからね。ただ何かをやってる時にもっと効率的にできないのかな、もっと楽をして結果を出せないのかな、工夫できないのかなっていうのはぜひ意識しながら生活していただけると、積み重ねだから急には変わんないからさ、ちょっとした積み重ねでみんなの生活も充実していくし、みんなのスキルというか視野も徐々に広くなっていくと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、ということでちょっと咳我慢しながらの話だったんで、ちょっと聞きづらいところもあったかもしれませんが、今回もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。そろそろもう来週あたりは元気に喋りたいね、もうほんとずっと咳してるからさ、まあ、自分が悪いんだけど、もうイライラするよね、咳ばっかしてるから。なんか仕事撮影とかもさ、咳で止まっちゃったりするから、まあ、健康が大事だなと思いながら、みんなもさ、体調崩さないように気をつけてね、だいぶ寒くなってきたからね。じゃあまた来週何か喋っていきますので、よかったらね来週またお付き合いください。では本日もありがとうございました。明日から1週間お互い頑張っていきましょう。ここまでのお相手はハイチでした。また来週、それじゃね、バイバイ。